皆さんこんにちは。米大リーグのドジャースに移籍した大谷翔平選手が14日日本時間15日ロサンゼルスの本拠地ドジャースタジアムで入団記者会見に臨みました。大谷翔平選手が報道陣の取材に応じるのは8月9日以来約4ヶ月ぶり。スタジアムの特設ステージで行われ、オンラインで世界に発信されました。記者会見の冒頭の挨拶で、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。このような機会をいただき、今回選手としての自分を信じてくださったロサンゼルスドジャースのチームの皆さん、特にマーク・ウォルター、アンドルー・フリードマン、スタン・カステン、ブランドン・ゴームズ、デーブ・ロバーツ、この5人にはとても感謝しています。そして私にメジャーリーガーとしての最初のチャンスを与えてくださったエンゼルスの皆さん、本当に今振り返っても素晴らしく大切で忘れられない、そんな6年間をありがとうございました。本当に多くの方とお話をさせていただきました。その他の球団も含めた球団関係者の全ての皆様に心より感謝申し上げます。明確な勝利を目指すビジョンと豊富な球団の歴史を持つロサンゼルスドジャースのチームの一員になれることに今心より嬉しく思うと同時に今すごく興奮しています。最後に日々お世話になっているエージェントのネズ・バレロ CAA の皆さん、そしていつも遠く日本から温かい声援を送ってくださるファンの皆さん、本当にありがとうございます。本日は質疑応答を交えながら、そうした方々に少しでも日々の感謝の気持ちを伝えられたらと思います。よろしくお願いしますと話し、その後の質疑応答に答えていました。最終的にドジャース入りを決断した時期と決め手は、ドジャースにお願いします契約をしますという決断を伝える前の日の夜というか、発表したのは次の日のお昼だったので、その前の晩ですかね。決断理由に関しましては、これが一つというわけでなくて、本当に交渉させていただいた全ての球団の皆さんと話をさせていただいて、どの球団も素晴らしかったですし、ただ何球団とこう誘いをいただいてもイエスと答えられる球団は一つしかないので、そこに対して自分が最終的にここでプレーしたいなという気持ちに素直に従った結果かなという感じはします。会見場に入った時に報道陣の数を見て思ったことは、これだけいるということは期待の表れだが、嬉しく思うと同時に報道陣の方しかいないと今日は聞いていたので、予想より多くてちょっと今はびっくりしてます。9月に2度目の右肘手術はトミー・ジョン手術とは言っていないですが、その理由はあえてそれを言わないことで交渉を有利に進めたりとか、そういう思惑はあったのか。最初の段階でどういう手術になるのかっていうのを、まずドクターも含めてどういう風になるのかってのを決めないといけなかったので、発表の段階でそれがまず決まっていなかったのが一番かなと思います。2回目のトミー・ジョンをしたのは事実か。そうですね。まあただなんて言うんですかね、術式が違ったり前回とはまた違うので、そこをどういう風に表現するのかっていうのは、僕はもちろん専門外のところではあるので、そこはドクターの方が詳しいかなと思いますけど、今回の契約の形態は後払いのパーセンテージが多い、これは自身のアイデアなのか他のチームも同じ条件か。そうですね、もともと後払いっていうのはどの選手も大型契約になるとつくものではあるので、そのパーセンテージに関してはあとは選手に一任するというところではありますし、そこを含めて自分が今受け取れる金額を我慢して球団のペイロールに柔軟性を持たせられるのであれば、僕は全然後払いでいいですというのが始まりですかね。あと他球団に関しては今も他の選手の交渉もしている最中だと思うので、僕の口から具体的な球団名だったりとか交渉の内容に関してはあまり言うことができない、この場で言うことはできないというのはあると思います。いろんな選択肢の中でドジャースを選んだ、勝つことチャンピオンリングを手にすることは優先順位としてはどのあたりにあるか。僕自身の優先順位はもちろん契約形態からわかるように一番上のところではあるので、野球選手としてあとどれくらいできるのかっていうのは正直誰もわからないですし、勝つことっていうのが僕にとって今一番大事なことかなと思います。
最終段階では何チームで悩んでいたか、決断するにあたって決め手は何球団っていうのは、僕の口からこの場で言っていいのかちょっとわからないので、そこは差し控えさせていただくというのと、先ほども言った通りドジャースがこれを持っているからというよりかは、そうですね、なんて言うんですかね、心に残っている言葉として、オーナーの方もマーク・ウォルターさんも含めて、この10年間ドジャースが経験してきたこの10年間を彼らは全く成功だと思ってないっていうことはおっしゃられていたので、それだけ勝ちたいという意志がみんな強いんだなというのは心に残ったかなと思います。勝つために一番大事なことはどんなことか、一番大事なのはやっぱり全員が勝ちに同じ方向を向いているということが大事だと思うので、オーナーグループもそうですし、フロントの皆さんもそうですし、もちろんチームメートもファンの皆さんもそうですし、みんながそこに向かっていくというのが一番大事かなと思います。その記者会見の中で腕の手術について質問されていました。来年は打者に専念されるということで、開幕に間に合うのかというところと、打者に専念するということで今年より素晴らしい成績を残してほしいっていう期待が多く集まると思うんですけど、そこへの思いはどう考えていますか？バッティングの方は今もうドライスイング、素振りの方は始めているので、おおむね予定通りに来ています。若干早いぐらいな感じで来ているので、十分に開幕に間に合うんじゃないかなと思うので、スプリングトレーニングでしっかりゲームに入れる準備ができていれば、開幕に十分間に合うんじゃないかなという感じはしますね、と話していました。しかしネット上では実は間に合わなのではないかと噂になっています。そう言われている理由として、2018年に右肘を痛めてトミー・ジョン手術を行った大谷翔平選手、2018年10月1日に手術を行い、打者として復帰したのは2019年5月7日、日数にして218日、今回は2023年9月19日に手術をしたので、韓国で行われる試合には間に合わないと言われています。ネットの上でも無理をせずに完全に治してほしい、ドジャースの本拠地で初出場する方が盛り上がる、ここで無理して1シーズン無駄にする方がバカらしい、移籍の件でみんな怪我のこと忘れてる、韓国のために大谷に無理させるな、など様々な声が上がっていました。いかがでしたか？今回は大谷翔平選手の怪我について紹介しました。大谷翔平選手はデビュー戦に間に合うか分かりませんが、無理をせずに体を第一に試合に臨んでもらいたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。